新婚旅行だね。なしなんだよ。ダメ。うん。味は日本と一緒。クリーム。クリーム。ハオツーマ。ハオツーです。ハオツー姉さんです。語彙がハオツーです。それでいいんだよね。原型というか。バイバイ大学。うん、考え方ね。バイバイで大学。バイバイだ。你好。我是学长。我们要去哪里？我们要去越南。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 越南很好，我觉得。Let's go. Let's go. Let's go. 谢谢。拜拜。え、何これ？何これ、なんか南国みたいな。わあ、すごい、すげえ。ベトジェットいいじゃん。ベトナムすげえいいじゃん。よかったね、シェシェ、バイバイ、あ、ソーリー、レッツ。マジで高尾行くみたいな感覚で来れるんだろうね。ああ、スタスタ行って俺が追いかける。ビールは、ビールはビールできた、もう。あ、やられた。悔しい。ビールできた？ビールは？なんでいるんだ。いやー。萌えちゃんとビールを飲みに台湾から乾杯。めっちゃ綺麗な。一瞬で、ね、あ、どうも。マジでいい反応。今年近かった。すいません、はじめまして。冷静になってるし。詳しい事情わかんないけど。今の日々さ。昨日の電話か。ちなみに、あの空港でトラブったのはこの僕です。こいつやばい。何したと思う？何した？飛行機の中に置いてきた。カスや、カスや、カスやろう。なんで置いてこなかったの？うまいな、切り返しがうまいな。なんでお前を置いてこなかったの？しかもね、ANA の係員の人に助けてもらって聞いてくれて、ああみたいな、あとで、ああ、あるよって言われて、でもその人が言うまで何も俺らに伝えてこなくて、よく気づけるところに落ちててよかった。あの、置いてたガチで入り込んでたら、行かずピストンしてどっか行ってたし。でも、お客機材が動いてたら、行っちゃうだろうか。人生これだけ生きてきてさ、なくす？いや、俺らのスリブや。あ、萌えちゃん乾杯。あ、違う違う。俺、萌えちゃんとビール飲みに来たから、今回旅で。主目的。ちなみに、彼女、今日ですね。来ちゃいました。ベトナムのチケット買ったの3時間前で。
ガチラチ7時くらいなのに5時くらいに、うん、俺負けた負けたじゃん、うん、俺よりすげえやばいやばいのが出た。今台湾に住んでる。住んでます。大学でしょ。政治大学で今ベトナムにいるんですすごいっすね。 初ベトナム、初東南アジア。3時間前の決断。何が部活サボったね。バスケサボっちゃったな。危険かで藤岡さん。俺この前にファーストダウンファーストダウンしていくら。いやもうあのリアクション。あ、1、3で来れるんだ。まあしゃあないわ、あれは無理だわ。乾杯。まあうまいでしょ。いやで最後乗るときに200、合計800です。2回目でしょ。いやでもね、もうあれは仕方ないって。あれはもう俺最善を尽くしてあれだよね。グラブで捕まえたらやっぱり、そりゃそうでしょ。自転車だよ。俺も見えた。どう行ってください。わーい。ゴー。ライオンなんて頼めけ、行けよみたいな。それでも行かないの？ No. Oh my god. そんな経験もできたの？そうだね。もうね。1万で拾えたと思った。2万。これはすごい。今までのね、ふりかけとかとレベルが違うから。今までのお土産やべえ。こんだけステイするんだよ。こんだけ、俺もね、こんだけステイするのにね、ふりかけはダメだろって。もう一個は。おおホワイトデーのおえちゃんからね。ありがとうございます。ホワイトデーめっちゃ合うじゃん。そうなんですよ。そうなんです。よかったです、よかったです。氷がさ、いや家族写真、家族写真。タメ、先輩と思いきや高校の同級生。でテコンドーが好きだから、あんまり下手なことでも殴りません。クソザコ、クソザコ。かかと落としだと思う。ありがとう。追い出したくても追い出せない。そういう、あ、なんかエモさになっちゃうけどいいですか。エモいいよ。エモさえてる。あ、ちょっと被ったかもしれない。もうちょい。お、さすがプロカメラマン。プロカメラマン、さすが。刺激の発してる温度がすごい。いい感じかも。Thank you. じゃあいいよいいよ。なんか一番可愛く撮れるようにするね。しんのすけを囲んで行きます。はい、チーズ。もう一枚行きます。はい、チーズ。後ろ面白すぎてちょっと同化してる。壁と色が一緒すぎて。あ、そうなの。予定ね。借り行くね。お、遊び来て。一時間、あ、邪魔しないでください。みんな薄すぎるでしょ。25歳的にはあんまりエモくない。着きないじゃん。着きないじゃん。これホーチミンですか。俺もちゃんこれ一区。一区。これよ。さっき言ってたしんちゃんの言った最後を持ってるっていうのは。あ、これ。